今ゲートインスタートしてしばらくは芝ですスタートしましたややばらついたスタートいいスタートいいダッシュは9番のリネア・グローリアまず前の位置 しかしこれを制してすっと今グリーズマンが先手を奪わんと上がっていきますが最内2番のルディックと並走状態3番手9番のリネア・グローリア4番手1番のカフジニホニウムその後は12番のマイネル・トルネ内からだ半分差7番オーケー・サンダー追走でその後はシゴ・バシンバグン開いて11番スターチス・ブーケに内浅がなく5番のマルモリ・ミッション間をついた8番のプリミエ・プランタンその後方からは内3番のキエン・バンジョー10番のマテンロー・ガーデン14番のドレスウェルチャウチャウチャウがその後にいてあとは16番のカイト・ワザーリその後方にかけ 出ましては、6番のアンセンバローズがいて13番サクセスカノンという体制です。さあ、各馬がこれから34コーナーの中間地点へとかかります。2番のルディックが先手を奪っています。リードは1。馬身これを外から見るように4番グリーズマンは現在2番手を進んで、これから4。コーナー3番手の位置ですが、9番のリネアグローリア12番のマイネルトゥルネーが外から接近内を狙っている。1番のカフジニホニウム真ん中突っ込んで7番の ok サンダー。さあ、第4コーナーカーブから直線に向かって、先頭は2番のルディックだ。ルディックだ2。馬身とリードがあります。2番手。 前を追う4番のグリーズマンそして外からじわりじわりと9番のリネア・グローリアが接近してくるさらに外からは12番のマイネル・トゥルネどれだけ足を伸ばしてくるか先頭は再び前に出た突き放した2番のルディック2馬身のリードを取った2番手には4番のグリーズマン3番手9番のリネア・グローリア先頭は2番のルディックルディック押し切って強引2着4番のグリーズマンです3番手争いは最終的には接戦となりました